吉川大育は大阪府大阪市天寺塾出身の元プロ野球選手、宇藤右内。小学生からソフトボールをはじめ、6年時にスケットとして野球の試合に出場した。中学では長瀬タイガースボーイズに所属し、投手兼究劇士として野球をプレー。PL 学園高等学校進学後は1年秋から1番中堅修のポジションを獲得し、 二年夏には、大阪大会で一大会後本塁打をマーク、二年春夏の甲子園出場に貢献。二年秋からは首相に就任し、遊撃手に転校。二千十年のドラフト会議で中日ドラゴンズから2位指名を受け入団。背番号は、同じ PL 学園の先輩で、同じ内野手で、なおかつ憧れの人物でもある、辰波和義がつけていた三を継承することとなった。 2011年ルーキーイヤーである2011年から春季キャンプを一軍練習地であるチャタン公園野球場で経験。辻初、彦一軍総合コーチから高校時代の俺よりも上手いと言われていた。ファームでは遊撃手としてプレーし、126打席で打率、190と苦しんだ。フェニックスリーグからは二塁手にも挑戦する。2012年から、 スイッチヒッターに挑戦。7月12日に、右内から両、内への登録変更を届け出たと発表された。9月11日に一軍初昇格。9月13日の横浜 DNA ベイスターズ、戦で代打として、プロ初出場を果たし、篠原孝之から勝ち越し左前敵時打を放って、プロ初打席で、初安打と初打点をマークした。中日時代は、 打撃の結果が振るわず、試合中に、立浪の背番号を返せと、観客席から、辛辣なヤジが飛んでくることもあった。2014年10月30日に、球団から戦力外通告を受けた。練習態度が悪かったことなどが、谷重元の部権人監督の激励に触れ、中日を首になったとも囁かれたが、東京スポーツのインタビューに対しては、気を抜いてやったことは、 一切ないですなどと、これを否定する発言をしている。なお、吉川は、戦力外通告を受けるとは思っていなかったため、落合の呼び出しは、打撃指導をしてもらえるものと思っていたことを、バースデーで告白している。2014年11月14日、読売ジャイアンツと契約を結んだ。年俸550万円で、背番号は68。二千十五年は、 8月4日のヤクルト戦で腰痛で欠場した坂本隼人の代役ショートとしてスタメン出場し敵地打を放ちヒーローインタビューを受けた。また、同月14日にはフルス中日戦でも敵地打を放つなど自己最多の47試合に出場した。2016年は前年をさらに上回る50試合に出場したが、ほとんどが守備固めや代走での出場だった。 同年オフ、日本ハムからトレードで、吉川光雄が、また新入団選手として、吉川直樹が、チームに入団したことで、翌シーズンからは、吉川大と表記されることになる。2017年は、ルーキーイヤー以来6年ぶりに1軍出場がなかった。2軍では82試合に出場し打率、238、1本塁打20打点12盗塁だった。 2018年からは再び右打ちに専念。シーズンでは、ベテラン勢の出遅れもあり、開幕一軍を果たし、主に、ケ c シー・マギーが退いた後の試合終盤の三塁の、守備固めや代走など、出場機会が増え、自己最多の97試合出場を果たした。またシーズン無失策、盗塁は7個試みてすべて成功させた。2019年からは、 背番号を68から寺内高之が付けていた00に変更した。2019年は吉川直樹が負傷離脱した二塁で争いで若林秋弘山本康弘に敗れ、大走、守備要員には増田大樹が対頭したため、出場数は10試合に激減した。2020年は一軍公式戦30試合中打数1安打に投類 シーズン終了後のフェニックスリーグ参加中の11月26日に、球団から戦力外通告が発表された。12月7日、明治神宮野球場で行われた12球団、合同トライアウトに、内外や全般としてエントリー。遊撃をはじめとして、複数ポジションを守り、打撃面では5打席に立って1安打2支球と結果を残す。また、参加者唯一の盗塁を記録したり、 現役復帰を目指す新庄強志の左前馬で二塁から生還したりなど、走塁面の実力も発揮した。しかし、獲得をする球団はなく、同年12月25日に現役引退を表明し、球団職員として巨人に残ることとなった。50メートル走5秒9の俊足、遠藤115メートルの強権を武器とし、バッティングでは抜群のリストの強さを誇るバランスの取れた素材。 長打力もあり、打球を広角に打ち分ける技術を持つ。守備も二塁、遊撃、三塁、左翼といろいろなポジションを守れる。中日時代には将来の立浪二世と呼ばれていた。高めの球に強いハイボールヒッターで、中学三年時に野球塾で個別指導を受けた村上隆之からは、インハイを打てるバッターになれと言われていた。 戦力外通告を受けた2020年のベストナインの記者投票では、二類種部門で3票を獲得し、部門別では5位の得票数だった。しかし、これは、同性の吉川直樹と間違えて投じられた票との見方が強い。ありがとうございます。